サウザンドアイランドドレッシングは、サラダドレッシングおよび調味料の一種。カタカナ表記においては、サウザンアイランドとも略される。通常ドレッシングのベースとして、マヨネーズが使われ、オリーブオイル、レモン汁、オレンジ果汁、パプリカ、ウスターソース、マスタード、ス、クリーム、チリソース、トマトピューレ、ケチャップ、タバスコなどを加えることがある。また、みじん切りにしたピクルス、 玉ねぎ、ピーマン、オリーブ、ゆで卵、パセリ、チェリーペッパー、チャイブ、ニンニク、細かくしたナッツを入れるのが一般的である。サウザンドアイランドドレッシングは1900年の料理本に掲載されており、その記述よれば1900年以前からニューオーリンズで知られていた。オックスフォード飲食のともによれば、サウザンドアイランドドレッシングの名はおそらく、 アメリカ合衆国とカナダの間を流れるセントローレンス側に浮かぶサウザンドアイランズに由来するというサウザンドアイランズでは釣り場案内人の妻ソフィーラ・ロンドが夫のジョージの魚料理のための調味料として作ったものであるという説がよく知られているこの説では女優のメイアーウィンが後で楽しむためにレシピを教えて欲しいと頼んだという逸話が続く アーウィンは次々にサウザンドアイランズのカキの住人たちにレシピを教え、サウザンドアイランズにボルト城を建てた、ウォルドルフ・アストリアホテル経営者のジョージ・ボルトも知るところとなり、自身の経営するホテルの給事長、オスカー・チルキーにメニューへ加えるよう指示した。1959年のナショナルジオグラフィック誌の記事に、サウザンドアイランドドレッシングは伝えられるところによれば、 ボルトのシェフによって発達したという記述がある。ディップとして利用されるサウザンドアイランドドレッシング1950年代にサウザンドアイランドドレッシングは一般的なドレッシングとなりサンドイッチやサラダなどに使われた。アメリカではファーストフード店やダイナーで幅広く利用されている。芋料理や魚介類、鶏肉などにも使える汎用性の高いドレッシングである。 ルーベンサンドを作るときにロシアンドレッシングの代用としてもよく利用される。ハフィントンポスト市は2006年に多くの人はマクドナルドのビッグマックのスペシャルソースはただのサウザンドアイランドドレッシングだと思っているが濃厚で甘みがありサウザンドアイランドドレッシングとは少し違う味であるというサラジェージムの記事を掲載した。基本的な材料の比率はレモン汁、生クリームを それぞれ1とした場合、マヨネーズは6と3分の2、ケチャップは3であり、ケッパー玉ねぎピクルスのみじん切りと塩、胡椒を加えて混ぜ合わせて作る。具材には玉ねぎの他湧シャロットやパプリカ、ピーマンなども使える。ありがとうございます。